なあブラザー、ちょっと聞いてくれよ。この前デイジーに告白したんだよね。だってピーチ姫何回死んでも振り向いてくれないし、鼻にチュッてするだけだから、もうデイジーちゃん狙おうと思ってデイジーの方に行ったんだよね。でも振られちゃったよ。っていうかぶっちゃけピーチ姫じゃなくてもデイジーちゃんじゃなくても女の子だったら誰でもいい。適当リリリと、うわなんか速攻バネがいっぱいあるな。もうこれ多分すぐゴールある系じゃない？まあこういうのってゴールがすぐあったりするんですよ。うわちょっ、いやなるほど、速攻のこの子が来るのか。うわあのキノピコめっちゃチャンスだね。まあ、こういうのって結構早めにゴールある感じだから、多分あのキノピコゴール近いんじゃないかな。え、あキノピコ戻ってきたね。やったやった、あとルイージだけだね。あルイージも戻ってきてる。よしよしよし、これを落ち着いていこうね。落ち着いていきましょう。よし、シラガムー危ない、ルイージやめて、ルイージやめてよし、このドンケツ落としましょう。このワープブロック多分ダメなんですよ。うわちょっと待って、ちょっと待って、まずい、よし、これはどうしよう。これ右に渡ればいいのかな。こんな感じか、いけるか、いけねー。いや、そういえばですね、最近ちょっとコメントでね、あの可愛いコメントをね見つけたんで、ちょっと皆さんにご紹介したいと思います。そのコメントはどんなのかっていうと、ピオキングさんの笑い方が温かくて大好きっていうコメントなんですよね。いやもうめっちゃ可愛いよね。もうそのコメントがめっちゃ可愛いんですよ。うっそ、これ水上がってくんの？それは分かんないね。それじゃあこの、ちょっと待って、この箱持っていこうか。この箱持ってったら泳ぐのめっちゃ早いからね。ちょっと待って、ちょっと待ってって、よし、オッケー。ちょっと、これ箱置かれたりしない？よし、オッケー。よし、このピー持っていこうか。このピー持ってって、いや、これ右に行ったらなんかあるパターンじゃない？ねえ、そういう感じじゃないの？そうだったらいいな。右ゴールあって、右ゴールあって、早く落ちちゃうから。え、あ、いった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 、あーついついつい、ほらほらほら、うそー、行き止まりマジかよ。あ、いや上から行けるな、上から行ける、よし、このまま右に渡っていきます。僕こっちでしょ、こっちになんか怪しいよね。ね、こっち怪しい、うわビルマリ来た、よし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 、やったやったよし、これが長年の勘ですよ。イエーイイエーイイエーイ、よしみんな来たね。よし、オッケーよしよしよし、スペースドーナツ、宇宙のドーナツ。なるほど、確かにこれはスペースドーナツだね。しかもこのゆるゆるなやつじゃん、このゆるゆるなやつ、このゆるゆるこれ難しいかな、これ難しそうだね。なんかよし、それじゃあこのドーナツを渡っていきます。で回転ジャンプね、オッケー。でこのまま渡ろうか、こっちは上でいいかな。うわー、キノピオ一緒に行こうね。ね、キノピオ一緒に行こう。これね、右よ。で、次左なんですよ。ちょっと待ってって、もう待ってってキノピオ、そんなことするんだ。ちょっと待って、あのキノピオでしょ、マジでやり返してやりますよ。キノピオを追いかけましょうね、もうゴールできなくてもいいから、もうキノピオにリベンジしましょう。で、次は、あ、キノピオやられてる、やったやった、キノピオやられてる、イエーイイエーイ、ルイージおいで、ルイージおいで、よし、オッケー試合に勝って勝負に負けたみたいな感じだね。1の1ザ・ニューオールド、これが1の1かな。もしかしたらさ、1の1だったら、まあいつも言ってる通り、あの4つ目の土管が熱いですよね。さあ4つ目の土管を気にして、あ4つ目の土管とかないね。ちょっと危ね、よし、オッケー。でこれ左に渡っていきます。うわちょっと待って、邪魔、よし、オッケー、落ち着こう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 、よし、オッケーオッケーオッケー、あーちょっと待って、危ない、やったやった勝った。うわー危ねあ、すっげー、あのアフロアフロゲームスって書いてる、インパクト強いな、あの人。今度はクラクラビンクラ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 
マイクラ。てかさ、マリオのさ、この見た目って可愛いじゃんね。このキノピオとかキノピコとか特にそうだよね。もうその中でもキノピコとかね、ダントツに可愛いんですけど。いや、ちょっと待って、よしよしよし。うわー、当たるの早い。てか、ジャンプしてない。まあ、その中でもね、あの、スーパーマリオブラザーズのこの3のスキンと、スーパーマリオブラザーズ3じゃないや。あの、スーパーマリオ、ブラザーズ、まあ普通の1のスキンが、まあ、ダントツで可愛いと思うんですよね。まあ 3D とかもね、やっぱ猫のキノピコとか可愛いと思うけど、やっぱ見た目的にさ、この3のスキンってもう神ってない？ね、めっちゃ可愛いと思う。いやー、ちょっと待って、そういうことしてくるキノピコそういうことしてくるんだ。ちょっと待ってキノピコ、お返しに何かしてやりましょうね。あのキノピコでしょ、お返しに何かしてやりましょう。オッケー。うわ、アフロゲーム、アフロゲーム、ちょっと待って、もう、もうアフロゲームはさ、もうキノピコとか使ったらダメだよ。もうそんな可愛いキャラ使ったらダメだよ。もうアフロ、もうルイージとかマリオとか使ってりゃいいんですよいや、ちょっと待って、あ、待って、やばい、これ積んだ、マジかよ。うわー、やばい。でも一回中間ポイントあるからね、ちょっと落ちてあの中間ポイントまで戻ります。うわー、今積んだのは痛かったね。よし、それじゃあこれ渡っていきます。キノピコとルイージが結構先行ってるもんな。落ちてこないかな、こっちにね、落ちてこないかなあ、でもルイージこっち落ちてきたね。あ、チャンスあるよ。え、めっちゃチャンスあるね。そしてこのステージもなんか見たことあるな。うわ、待って、ルイージ、お前もそんなことすんのか。いや、待って、ルイージ、よし、オッケーオッケーオッケー、ルイージ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 、ちょっと待って、ルイージ、ちょくっそ、やはりやり、これ持っていこう、ルイージにこれ持っていきます。ルイージ待て、ルイージ、くっそ、ルイージ、これ動き出すよね、そろそろ。ちょっと捨てますか。あー、悔しい、今のルイージは。キャタピー強えな。そろそろバタフライになるんじゃない？森と水と、なんだっけ、森水中みたいな感じだったんですよね。よし、これ渡っていきます。オッケー、いいね、今の薬抜けはうまいと思うんですけど。さあ、これは、うー、これ結構気をつけなきゃいけないね。あのノコノコとかクリボーが結構いるっぽいんですよ。ほらほらほら、あ、でも簡単な感じだね。このまま渡っていきます。オッケーオッケーオッケー、やった、これ熱いね。よし、オッケー、みんな可愛いねね、今みんな可愛かったね。さあ、これは、ゆうちゃっちゃー、待って、やめてって、もうやめてって、誰か落ちてきても、うーわ、出た、あ、ルイージルイージルイージ、よし、ルイージルイージおいで、ルイージルイージおいで、ね、ルイージ、よし、あー、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。